俺だ。沖縄、今から行くんですけど、行く前に沖縄みたいなおむすび食べてね、しっかり腹ごしらえして飛行機に乗りたいと思います。飛行機に乗りたいと思います。皆さん、沖縄に着いたらまたなどを着用されないお客様にはご搭乗お断りする場合。教え子に会いに来ました。教え子に久々に沖縄に、ちょっと全くね、怪我してないので、新潟の皆さん、僕の教え子、どうか応援してください、本当。新潟にね、行くよね、ちいちゃんで、地域チャンピオンズリーグ、新潟で、沖縄 SV、ちょっとね、選手として出れないんですよ。行くので、新潟の皆さん、教え子お願いします。レノファから今、レンタルで行ってるんで、お願いします、本当、皆さん、お控えとよろしくお願いします。
仕事の合間に FC 琉球のホームスタジアム、ディアゴンスタジアムに来ました。いや、めっちゃね、いいスタジアムですね。初めて来ましたけど、本当に周りに人工芝のグラウンドとかあって、結構そこで小学校、中学校の大会がやってて、すごいなと思いましたね、本当。ケツメイシ9公演目行われる沖縄アリーナ神田沖縄、ライブ何年ぶりかな、4年、いや4年じゃねえな、6年ぶりぐらいかな、6年ぶりの沖縄公演参戦ということで、いやめちゃめちゃ楽しみ。ケツメイシ、いやわっしょいしていきたいと思いますね、本当。